FC メタルルフザポリージャは、ウクライナのザポリージャをホームタウンとするサッカークラブ。1935年、ウクライナの製鉄会社ザポリージャスタリのサッカークラブとして創設された。1949年10月、クラブ名をメタルルフに変更した。2001から02シーズンは、プレミアリーグを4位で終えた。ウクライナカップ決勝に進出した FC シャフタール。 ドネツクと FC ディナムキエフはすでに欧州カップ戦出場権を獲得済みだったため繰り上げで UEFA カップ2002から03出場権を獲得した2002から03シーズンは降格権の15位に終わったが13位の FC オレクサンドリーヤが破産したため代わりにプレミアリーグ残留が決まった二千五から零六シーズンはウクライナカップ決勝に進出したが FC ディナモ・キエフに0から1で敗れた。FC ディナモ・キエフはすでに欧州カップ戦出場権を獲得済みだったため、繰り上げで UEFA カップ2006から07出場権を獲得した。2010から11シーズンは最下位に終わり、プレミアリーグ創設以来初となるペルシャリーが降格が決まった。2011から12シーズンは2位になり、1シーズンで プレミアリーグに復帰した。2012から13シーズンは最下位に終わったが、7位の FC クリブバスクルイビーリーフが撤退、さらに2部リーグに1チームが昇格を拒否したため、プレミアリーグから降格するチームはなく、残留が決まった。1当時の勝ち点は、勝利に引き分け1。ありがとうございます。